さんはなんで軍属になろうと思ったんですか？兵隊さん、軍属、その時日本時代のことですか？はい、そうです。その時はその日本軍のその戦時中ですからね、とてもあの兵力が、が必要ですから、はい、だから試験とか志願で入りました、はい。それは学校の先生に勧められたんですか？いや違います。学生時代は私7つに入学して、はい、16年の高学校を卒業して、はい、その後高等科に入って、その時は10何歳だけ、14、15歳ですね、その時、はい。七つボタンに憧れてとかですかね。は？七つボタンに憧れてた人も。ああ、七つボタン、若々しい、あの特攻隊。あ、とかもそうです。あの歌歌いますよ。あ、そうなんですか。若々しいの歌。あ、若々しい。お願いしてもいいですか。はい、赤い潮の夜影の七つボタンが桜に光り、今日も飛ぶ飛ぶ霞を裏にゃ、でかい希望の雲が湧く。そうでしょ。はい、わかわしの歌。あの特攻隊七つのボタンです。はい、そうです。はい、はい、日本時代もよく聞きましたか？はい、私よく日本の歴史、地理、文化よく勉強します。あ、そうなんですね、はい、私日本の歌たくさん歌いますよ。あ、本当ですか？文化とか、昭和の演歌ね。あ、昭和の演歌も。林さんが一番好きなお歌は何ですか？ですね、あの軍歌とか、あるいは北国の春。あ、北国の春も。落ち葉しぐれ、ささめ雪、大阪しぐれ。おー、すごい。本当に。まだ私たまには自分で歌います。昔ね、以前カラオケやったんです。しかし私昼間忙しいからね、お友達カラオケ来るあると年配の方ね来ますから、忙しいからそのカラオケをやめて。あ、そうだったんですね。お友達のところに、カラオケあるところに歌います。あ、そうなんですね。私の日本の歌は聞きたいんです。文化あるいは昭和の歌。はい、さっきもとても綺麗な歌声でした。あ、歌声がとても綺麗でした。歌声、はい、とても綺麗でした。今もう年だから、ね、いや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 、ちょっと変わったんです。あ、そうなんですか、ね、私の娘さん、英子。はい、英子さん、うん、親孝行ですよ。はい、まだ真面目。そうですね。でその向こうでもう畑、龍眼植えて、そしてアパート、はい、台中公園の向かい、はいはい、いたことはある、うん、あ、さっき通りました。あ、そうですか。あ、姉ね、
うちの娘さんね、将来お父さんとお母さん運動する散歩するのが太中公園近いです。そういうことだったんですね。まだ汽車の乗るのも太中駅に近いですから、はい、そこでそのアパート、はい、あのアパートを日本人が建築したものです。そうなんですか。東京銀座とか渋谷、東京銀座わかる、行ったことある？いや、今日通っただけです。そうね、はいはい、うちの娘、日本精神がある。そうですね、日本の歌歌いますよ。あ、そうなんですか。あ、日本へ留学してきた。あ、そうなんですか。留学じゃなくて、留学留学